前11時半ごろ、奈良県奈良市近鉄奈良線大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中の安倍晋三元総理が銃撃されました。奈良県奈良市近鉄奈良線大和西大寺駅前で安倍晋三元総理が銃撃されました。心肺停止という情報が入っています。繰り返します。奈良県奈良市近鉄奈良線大和西大寺駅前で安倍晋三元総理が銃撃されました。心肺停止という情報が入っています。現場では銃声のような音が聞こえたということです。